ピーター・フックは、イングランド・グレーター・マンチェスター・サルフォード出身の、ミュージシャン、ジョイ・ディビジョン、ニュー・オーダーのベースプレイヤーとして著名。愛称はフッキー。2007年にニュー・オーダーを脱退し、2010年に、自身のプロジェクトである、ピーター・フックザ・ライトを立ち上げた。1956年2月13日、サルフォードにて生まれる。本名ピーター・アウト・ヘッド。 両親はフックが3歳の時に離婚しており、兄弟と共に母方の祖母の下で育つ。ステージネームの名字フックは母親の再婚相手から取られた。系譜の仕事の都合で幼少期の一時期をジャマイカで過ごす。1976年にかねてからの友人であったバーナード・サムナーと共に音楽活動を開始。後にヤン・カーティス。 スティーブン・モリスラとジョイ・ディビジョンを結成する。マンチェスターでのライブベースを膝近くまで低く構えた演奏スタイルと独特なプレースタイルで世界中のミュージシャンからリスペクトされている。高音域でメロディアスでリズミカルな旋律を奏でることからしばしばリードギター担当と勘違いしているベースプレイヤーと揶揄される。本人曰くこれは 中古の性能の悪いアンプを使っていたため、高音域の音しか聞き取れなかったことと、サムナーのギターが大音量だったことに由来するという。ジョイ・ディビジョンの曲、インターゾーンでは、ヤンカー,アーティスと共にボーカルを担当。ニューオーダーでも、初期の曲、ドリームズ・ネバー・エンド、ダウツ・イーブン・ヒアでボーカルを担当した。1984年にアド・インフィナイトムという、 ユニットでシングルを1枚発表している。1980年代後半には、プロデューサーとして、インスパイラルカーペッツや、ザ・ストーン・ローゼズのサードシングル、エレファント、ストーンのプロデュース業も担当。1990年代前半には、ニューオーダーと並行して、フックが結成したリベンジのメンバーとして活躍。 その後、ニューオーダーの活動が昇休止状態になった頃には、モナコを結成し活動していた。オランダ、ハーグにて、ニューオーダーの解散を宣言した後は、ストーンローゼズプライマルスクリームの間に、ザ・スミスのアンディルークラと共に、ベース3本のフリーベースというプロジェクトを発足。マットチェスターの中心となったクラブ、ハシエンダの商標の権利者で、ハシエンダについての著書。 ザーシエンダ・ハウノット・トゥラン・エイ・クラブを執筆。現在、世界中で彼自身のイベント、およびハシエンダ復活イベント等で、DJ やライブ活動を行っている。DJ として来日し、大観ニまでプレイしていた。2008年には、サマーソニックのシークレット・ DJ として、フェス内の小イベントでプレイした。1994年に、 コメディアンのキャロリンがハーンと結婚するも2年後に離婚。2012年7月にセントラルランカシャー大学の名誉学位を取得。ありがとうございます。